102.6 kilograms. He's the K-1 Japan 2001 champion. Please welcome Nicholas Petas. 4年半ぶりファンの前に姿を現したニコラス・ペタス。 And fighting out of the red corner, 197 centimeters, 97.2 kilograms.Please welcome the Golden Boy, Bada Hari! 傍若無人なゴールデンボーイ、悪童バダハリーさあ、注目のカード、K-1 ルールですが、スペシャルナビゲーターの清原さん、はい、この悪童と青い目の侍、どうですか？そうですね、本当にその正義と悪っていう感じでね、ニコラス選手久々に出てきてこの気持ちよくバチッとやってほしいですよね。非常に谷川さんキャラクターが分かりやすいこの両者。そうですね、いや本当に2人ともすごいK-1 の中の人気者同士の対決の初対決なんで、そうですね、これいい試合が期待できるんじゃないですかね。片や33歳ベテランニコラス・ペタス、そして22歳のバダハリ、ほとんど一回りぐらい違うというこの両者の対決となりました。さあダイナマイトで初対戦です。あ、OK。本当の強さを教えるのはどちらだ。まずは左のジャブを繰り出していったバダハリ。ペタスが、ちょっと追い込まれていますが、おっと左ミドル強烈バダハリ、リーチが長いバダハリのパンチ、左を同じく返していくペタス、はい、さあおっと左のローがパックに当たったか。ヘビー級でもこうミドル級ぐらいのね、本当に、ね、思うかのようなスピードを出す二人とも。畠山さん、はい、ハリが 97.2 キロ、そしてペタスが 102.6 キロ、はい、この打撃見ていて、この序盤から打ち合いですか、どうですか。そうですね、お互いハンドスピードありますよね、はい、ただ左、はい、ペタス選手4年ぶりなんでね、まあ、ブランクがどう影響するかっていうのはありますよね、はい、いやもうこの1年は練習漬けだというふうには話していましたが、さあこのペタス左落ち着いて今左のカウンターを出していきました。バダハリが長いリーチ、そして長い足を生かして右のロースピードにどう対抗できるか、はい、いやペタスは本当にファンに支えられてここまで来たんだと、ぜひ勝ってファンに勝利の報告をしたいというふうに話していました。正義派を自称するペタスと、そして悪道バダハリ、ちょっと笑顔もこぼれましたが、さあここから真剣勝負。バダハリってもっと悪党かと思いました。何気に指示して、左2発、ちょっとここのところ最近おとなしいですよね、さあこの1年はしかし、まあ、食事面も変えて、まあ、大人の目で格闘技見られるようになったと話しました。左ガードしています、ペタス左の、はい、これもガードしています。バダハリ、バダハリの長い手足が伸びてきます。ペタスのこの侍魂、青い目の侍ニコラス・ペタス、バックブローカー回し蹴り、鮮やかな流れ技、前蹴り。ニコラスは手数が少ないですけどね、手数返してたんですけど、しかし畠山さん、まだこのペタス落ち着いてますよね。そうですね、まあ、実戦から遠ざかっしばらく遠ざかったんで、はい、まあ、1ラウンドは様子見も兼ねてると思うんですよね。その1ラウンドは まもなく1分を切ろうというところです。前蹴り、いい前蹴りですよ、はい、左突く、そして下右、流れるようなコンビネーションがこのバダハリの持ち技、右のロー、今の今膝を捉えましたね、左左のジャブから右のローを繰り出していきましたが、さあペタス33歳ベテラン、右のローバダハリの左のロー、この攻撃がいいですね、この、さあ第1ラウンド、あっという間に残りが間もなく30秒というところですが、ここで時間を止めます。ローブローです、ペタスによるローブローがありました。さあ試合再開です。バダハリ左前蹴り、長い足です。バダハリ選手長い手足を使ってですね、左ペタス選手中に入れないですよね、はい、ある程度一定の距離を保っています。左ジャブ膝右、ペタスが様子を見ているのか、なかなか手数を出しません。左のミドローから左のフックを返していったのはバダハリ、左ジャブ突っ込んできたところに入りました。左ペタスはローキックから、さあもう10秒切っています。第1ラウンド、あっという間に終了しました。あと最後に前蹴り、
俺はニコラス・ペタスもいけないというような表情をしていましたが、さあ第1ラウンド、バダハリの長い手足が伸びてきました。第1ラウンドが終了しました。畠山さん、やはりバダハリのこのコンビネーション動き、うん、長い手足いいですね。ペタス選手は中に入れないんですよね。中に入れないんで、手数も出ないんですよ。やっぱペタス選手としてはもうちょっと中入りたいはずなんですよね。はい、谷川さん、この蹴りも速いですよね。速いですね、これカウンター取られてますよね。はい、左のジャブ合わせてきました。そしてこれがレフェリーから見たカメラですが、この膝蹴りと見せかけて足を最後、はい、ゴングが鳴ったんですが振り上げていきました。まさに悪道のバタハリ。セバザー引退に追い込むといきまく22歳、それを経験で迎え撃つベテラン33歳、こちらニコラス・ペタス。第2ラウンド、さあペタスもエンジンがかかってくるかどうか。バタハリ左、ペタスもローを繰り出していきました。ペタスはやはりこのローキックが持ち味ですよね。空手出身ですから、はい、このローキックが持ち味ですよね。大山マスタス、マスタス最後の打ち手しとも呼ばれたこともありますニコラス・ペタス。極真空手を習ったこのペタス、さあ左のジャブ、バダハリ、赤コーナーがバダハリ。さあそして右のジャブ、スイッチしましたね、バダハリ。そうですね、スイッチしました。さあ右のミドル、ペタスも右のミドル入れてきました。左、この左ミドルはいいですけどね、ペタスもね。はい、また気になる皆さん。はい、さあまたノーブローということでしょうか。これはダウン、ダウン、今ダウン取れましたね。失礼しました、今ダウンを取られました。今悔しそうに大声を上げました。肩外れたんですか。ニコラス・ペタスが大声を上げました。さあ左のインロー、もう一度、はい、右のハイ、あっとこれは後頭部、これはいきません。後頭部への攻撃は禁止されています。なんかバタハリが冷静になって怖いですね、おっと左のハイ、バタハリ、やはりこの1年で成長した自分を見せてほしいと。成長しましたよね、やっぱ怪我してですね、はい、あ、多分ペタス肩痛めてますね。左の肩、今タオルが投げ込まれました。ドクターストップ、舌を出した青い目の侍ニコラス・ペタス、肩を痛めてしまいました。バダハリ第2ラウンドで勝利を収めました。打球ですかね、打球かなんか可能性、ちょっと肩落ちてますよね、はい、ちょっと途中から動きが落ちましたが、バダハリが勝利を収めました。さあスローで見ていきましょう。左のジャブからちょっと押された格好になって、ここでちょっと、左肩を落としました。自分でも、しまったというような表情をしていましたが、左のジャブからこの右のフック、これが左腕に当たったところ、左腕当たってますけど、その前なんかあれなんですよね、そうですね、もうこの時点でもうペタスは苦しい表情を浮かべていました。はい、そしてセコンドからタオルが投入されまして、バダハリ、こういう、ね、右のね、はい、ハイキック、見事にバダハリが第2ラウンド TKO 勝ちを収めました。悔しそうなのはニコラス・ペタス。